よし来たじゃあいろいろ試してみましょう。ご主人様が最強だと思うおやこれは特にひねりがないというか霊剣あらたかな狐耳としてはぴったりの衣装ですけどね。まあいいや覗かないでくださいね。 はだすぎか。よしよしできましたよ。どうですかご主人様。似合ってるとは思うんですけど、正直普通ってか、別にこれじゃなくてもいい気がします。ってことでご主人様、もう一度選んでくださいな。ご主人様、 ひょっとして、スポーティーなのが好みですかまあ、着替えてみますね。覗いたらダメですよ。よし下に出しこれはちょっとやばいんじゃ。ま、まあ、いいか。うん、できましたよ。 どう思いますこれ何着ても可愛いのが私のいいところですけどちょっと足のあたりのスースー加減が気になります他にもっといいのがある気がしますってことでご主人様もう一度選んでくださいな。 聖杯戦争を勝ち抜くための最強のコスチュームは一体どれでしょう <laughs> これを着て私にご主人様って言ってもらいたいとかいいですよ、いいですとも。でも、覗きはごハットですからね。 これでさてデビューできるのかなーと <laughs> よしできましたおかえりなさいませご主人様一応言っておきましたなんかフリフリしててですねちょっと動きづらいってのが本音ですもっといい戦闘服があると思います ご主人様もう一度選んでくださいな聖杯戦争を勝ち抜くための最強のコスチュームは一体どれでしょうほ本当にこれなんですかままあ見たいってのなら仕方ないですねもうご主人様たらでも覗いたらダメですよ ていうか、誰ですかこれ用意したのは尻尾の穴までご丁寧に開けてあるし手作り感覚満載と申しますか。病院行った方がいいですよ、そいつ。えご主人様が用意したんですかあらあら、ごめんなさいね。でも、 他にもっといいのがあると思うんで、それ探しましょう。ね。ってことでご主人様、もう一度選んでくださいな。聖杯戦争を勝ち抜くための最強のコスチュームは一体どれでしょうええー、お題目を思い出してくださいね。聖杯戦争に勝つためのコスチュームですよ ふぅ、<laughs> ダメだこりゃ。覗かないでくださいね。 ご主人様、ほ、本気でこれが最強のコスチュームだと考えてますど、どう考えても、防御力弱そうなんですけど、うん。ちょっと色々考え直した方が良さそうですね。ってわけで。タイプムーンかける RPG プロジェクトが送る対戦型ダンジョン RPG、フェイトエクストラ。プレイステーションポータブルで。 7月22日、いよいよ発売どのコスチュームが本当に最強か、投票も受け付けてますので、ぜひ参加してくださいね、ご主人様。